皆さんこんにちは。 BMP フィットネスチャンネルの河野です。本日は肩の動き改善ストレッチパート2を行っていきたいと思います。イエイ。ということで、はい、前回私が配信した、肩のストレッチを行ったんですけども、それに引き続きですね、肩周りの動きを良くする今日は筋膜リリースを行っていきたいと思います。前回は直接的に肩周りのストレッチを行っていったんですけども、今日は肩が不調に陥ってしまった時に他の原因があったりしますので、そこを一緒にほぐしていくというところをやってみたいと思います。ほぐす箇所は今日は3箇所ですね。手、前腕、腕の前側、こちらをですねほぐして肩の動きを良くしていきたいと思いますので、はい、ぜひよかったね、仕事の合間やお仕事終わりに一緒にやってみてください。それではやってみましょう。それではまず一つ目は手をほぐしていきます。今日ほぐしていくのはここですね、合谷っていうツボがある位置になります。ここをですね、反対側の親指で押さえてキュッキュッキュッと軽く押しながら揺すってほぐしていきましょう。あまり押しすぎちゃうとね、こっちの左手疲れてしまいますので、軽くで OK。 であとはこうグーパーグーパーとか力をこう抜きながら動かしてあげてもほぐれやすいと思います。10秒から15秒繰り返し行っていきましょう。はい、できたら一度手を振って腕を持ち上げていく。どうでしょうか、少し体軽くなってきましたかね。反対も行っていきましょう。親指の付け根でしたね、ここに手を置いてリラックス、力を抜いていきます。気持ちいいですね。ナイン。なんかこれね、野球やってたってね、懐かしいですね。自分のグローブをこう磨くような感じでね、こう自分の手を大事にして、ね、メンテナンスしてあげてください。はい、グーパーグーパー。はい、 OK です。ではそれができたらこっちも腕を上げてみましょう。どうでしょうか、上がりやすさ少し変わりましたか。はい、力で抜いてください。2つ目は前腕ですね。はい、この腕頭骨筋といわれるこのね、親指側からこの肘にかけての筋肉をほぐしていきたいと思います。ここはですね、こんな風に手を C の形にしてグッと押さえていきます。で、第2指ですね、2指でこのゴリゴリと、ね、筋肉を押さえて、反対側も肘のこの内側をね押さえてギュッとギュッと押します。で、押したらこんな風に手首をまたブラ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 と動かしていく。ブラ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 、はい、ブラ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 、少しずつこうね場所も変えながら前腕をほぐしていく。まあ、気持ちいいですね。15秒ぐらいしたら一度リラックスで上げていくと、おお、だいぶ軽くなってきました。いいですね。はい、では反対も行ってみましょう。前腕を出して、指で挟んで、ブラ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 、力を抜いていきます。で、場所ちょっと変えて、まあ、いろんなところね、この前腕ほぐしていきます。ブラ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 、反対の手が疲れない程度に15秒ぐらいしたらリラックス。はい、力抜いてください。おお、いい感じ。はい、腕頭骨筋のリリースでした。はい、では最後3つ目は上腕二頭筋です。はい、では上腕二頭筋いってみましょう。上腕二頭筋は、筋肉ね、他のよりも少し大きいんで分かりやすいかなと思います。腕をねこう曲げて、この一番丸くなるところありますよね、ここに親指を当てて、グッと反対に締めます。そしたらそれを曲げ伸ばし、15回ぐらいね、行っていきましょう。これ先ほど行ってきた合谷とかね、
ワン頭骨筋とか手から前腕、この腕の前側と筋膜のつながりがありますので、はい、この連動している筋肉を一緒にほぐすことで今日は肩の動きの改善を行っています。はい、 OK です。力を抜いて、ここでどうでしょう。おお、さっきよりもスムーズに上がるようになってきましたかね。はい、じゃあ反対も行っていきましょう。はい、では行きましょう。でボリッとしたところね、真ん中を親指で押さえて曲げて伸ばす、曲げて伸ばす。こっち痛いな。はい、少し痛みがね私もあります。ほぐして動きを良くしていきたいと思います。自分のペースで15回ぐらい実施していただいて動きを見てみましょう。はい、 OK です。ではブラ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 、力抜いてください。では腕を持ち上げてどうでしょうか。はい、お疲れ様でした。上腕二頭筋の筋膜リリースでした。はい、ストレッチお疲れ様でした。今日は手から前腕上腕と3箇所ほぐしてきました。どうでしょうか。ストレッチした後の体が軽くなった感覚はお実感いただけましたでしょうか。普段たくさん使う手や腕なんですけども、ケアの時間をなかなか取ることができない方が多いんではないでしょうか。ぜひこの機会に簡単なエクササイズでしたので取り入れて体も心も軽くしていただければと思います。はい、今日も最後までご視聴いただいてどうもありがとうございました。BNP フィットネスチャンネルのコーナーアツシでした。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。